よし、やるか。ロビンとフランキーは世界政府直下の秘密諜報機関サイファーポールナンバーナインに連行された。世界政府がその復活を目論む古代兵器プルトンに関する情報を2人が所持していたためである。一味の元を自ら離れたロビンの真意が世界政府という強大な組織から仲間を守るためだったと知ったルフィたちは、ロビン奪還を誓い、同じくフランキー奪還を望むフランキー一家と共に地方の島エニエスロビーを目指した。その途上、ソゲキングと名乗る謎のヒーローも一味に合流し、共にエニエスロビーに乗り込む。すでにロビンは CP9 司令長官スパンダムに身柄を引き渡されていた。二人が大監獄へと続く航路の入り口、正義の門をくぐってしまえば、もはや救出する機会はなくなってしまう。仲間たちが海兵1万を相手に奮闘する中、ルフィはロビンが囚われている四方の塔の手前までたどり着く。しかしそこには CP9 の一人ブルーノが待ち構えていた。ダメだ、この先の海にまたこんなに強いやつが現れるんなら、俺はもっと強くならなくちゃ仲間を守れねえ。ではどうする？力いっぱい戦う方法を考えた。誰も失わねえように、誰も遠くへ行かねえように。お前はもう俺についてこれねえぞ。何？俺の技はみんな一段階進化する。いや、セカンド！ゴムゴムのジェットピストル！ルオー！ゴムゴムのでっかいゴー！ジェットバズーカー！頑丈なやつだな。なんじゃ、もっと面白いもん見せてやるよ。見てろ。帰って。私はもう死にたいのよ。だあ、このタコ海賊団。お前らが生きがったところで結局何も変わらねえと思い知れ。 CP9 の強さしかり、正義の門の重みしかり、何より今の俺にはバスターコールをかける権限がある。やめなさい。それを押せば何が起こるか分かってるの？なあ、生意気な口を聞くじゃねえか。20年前、オハラの考古学者たちがポーネグリフの研究を進めていることを察知した世界政府は CP9 を派遣した。当時の CP9 は考古学者たちを捕らえただけでは満足せず、愚かにもバスターコールを発動した。結果、考古学とは無関係の人々まで巻き込んで、島の存在そのものが跡形もなく消し飛んだ。私から全てを奪い、大勢の人たちの人生を狂わせたたった一度の攻撃がバスターコール。その攻撃がやっと出会えた気を許せる仲間たちに向けられた。私があなたたちと一緒にいたいと望めば望むほど、私の運命があなたたちに牙を向く。私の敵は世界とその闇だから。あ、あのバッジを見ろ、海賊ども。あのマークは4つの海とグランドラインにある170国以上の加盟国の結束を示すもの。これが世界だ。盾つくにはお前らがどれほどちっぽけな存在だか分かったか。ロビンの敵はよくわかった。
狙撃キング。ん？あの旗打ち抜け。了解。まさか必殺ファイヤーバードスター。やりやがった。海賊たちが世界政府に宣戦布告しやがった。正気か貴様ら。全世界を敵に回して生きてられると思うなよ。望むところだ。ロビン、まだお前の口から聞いてねえ。行きたいと言え。ロビン、ロビン。望んではいけないことだと思ってた。誰もそれを許してはくれなかった。もし本当に少しだけ望みを言っていいのだ、私は行きたい。私も一緒に海へ連れてって。行くぞ。必ず助ける。海軍本部へ連行する。作戦の準備を急げ。おい、奥の塔へ引いて道がねえぞ。左右の塔で跳ね橋を制御できるらしい。まずは左右の塔を落とすのだ。巨人族。私は相手になろう。すんじゃねえ。正義の門へ向かうぞ。準備しろ。信じ、
ずみんなが来てくれる。おめえら、このロビンを助けたきゃ、まず封印していかせ。奴らの行き先は分かってる。この片付いたら、俺が先導してやる。私はソゲキング、ひるみはしないぞ。ガンガンを跳ね返っただと。丈夫なのよ、鉄だから。正義の門だ。連行するぞ。あの女を連れてこい。おいが。あの門を通過するまでがリム。野外の橋の支柱で迎え撃つぞ。誰だ、てめえは。なるほど、お前のような男を俺は待ってた。助けてやってくれねえか、ロビンのやつを。え、何言ってんだお前。黙っていたが、ロビンは昔生き別れた俺の実の妹なんだ。なんだと、本当かよ。知らなかった、そんな話したことねえから。無理もねえ、だが事実だ。どうかロビンを。よし、任せろ。分かった、俺が必ずロビンちゃんを。そんなわけねえだろうが。行くぜ。無駄じゃ。ためらいの橋へ通じる扉の鍵はわしらが持っとるからの。見てろ、貴様も。すまない、助かった。やっぱり俺には命がありゃいい。誰にでもできることとできねえことがある。最悪の事態には必ず相応のチャンスが眠ってるもんだ。できねえことは俺がやる。俺にできねえことをお前がやれ。よく考えろ、状況を読め。お前がいればロビンちゃんは必ず救えるんだ、ウソップ。俺が。そうか、分かった、分かったぞ。俺にしかできねえこと。悪いな。ゴゴゴのキャノン。よし。ディアブルジャンブ。月光じゃ死がんの。ディアブルジャンブ、フランバージュショット。神は食物を作り、悪魔が調味料を作る。少し辛みが効きすぎたな。おめえ、他の CP9 も倒して鍵を奪っちまえ。敵の進路を封鎖できねえか試してみる。やめろ。
丈夫な男じゃ。呆れたもんじゃわい。鍛えてやんだよ、キリンじゃ。キリンじゃ？わしはキリンじゃ。わしをバカにしとるとただじゃすまんぞ。高えとこから物言いやがって、てめえ自分が倒れる姿すら想像もしてねえタイプだな、頭が高え。貴様もじゃ。その恐竜奥義さん、世界断念しろ、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 危機急通り、どこまでだ。アシュラ、断念しろ。この装置を切り壊しゃ通路の扉を閉じられるはずだな。三刀流、容疑は悪いな。アンチマナー、ポンドフォー。危機急刀流アシュラ、ならば最強の乱客アマネたちでお前を真っ二つにしてしまいじゃ。アマネたち、苦難上等、好む者なり修羅の道。アシュラ一部銀、その電電虫、バスターコール用の、なんてバカなことを。うっかりした、バスターコールをかけちまった。長官はニコロビンを連れて先をお急ぎに。私はここで海賊を始末しておきます。大兵、お前らも守りを固めて。よく来た。あ、後のやつ、ロビンはどこだ。この扉の向こうだ。通すわけにはいかんと、それくらい言わせろ。の奥にロビンがいるんだろう。いるだけだ、会えやしない、もう二度とな。よっと、いや、セカンド。ここまでたどり着いたことは褒めた、だがこの先に行くことはできん。で犯罪女、正義の門はもうすぐそこだ。鬼気、
三刀流三百本堂キャノン島の形が滅んでも、あの女は俺が地の果てまで追って消し去る。闇の正義の名のもとに。ロビンを逃がすために俺たちは来たんだ。仲間のことは心配するが、一人残らず同じ地獄へ送ってやる。ゴゴムの三刀流。行儀は悪いな、アンチマラな。キャノン。Go, go, go!
的地が決まったんなら最短距離で行くぞ。クードバーン。ひでえなんだ。これが世界政府のやることかよ。はい、感情もなく地図から島を消すだけ。それがバスターコー。この声誰？なんだこりゃ。下を見ろって。海へ飛べ！海へ！ロビン、ロビンを海へ落とせるか？任せて。海へ！とんでもねえ奴らだ。世界政府相手に本当に何もかも奪い返してきやがった。うわっ、おい、なんだ、どうしたんだ急に。メリーはもう二度と走れねえと断定されてた船だ。忘れたわけじゃねえだろう。おっさん、やべえ、メリーがやべえよ。なんとかしてくれ。一緒に旅してきた仲間なんだよ。さっきもこいつに救われたばっかりだ。だったらもう眠らせてやれ。俺は今奇跡を見てる。もう限界なんかとうに超えてる船の奇跡を。長年船大工をやってるが、俺はこんなにすごい海賊船を見たことがない。見事な生き様だった。分かった。
じゃあいいか、みんな。メリー、海底は暗くて寂しいからな。俺たちが見届ける。ウソップはいなくてよかったかもな。あいつがこんなの耐えられるわけがねえ。どう思う？そんなことないさ。決別の時は来る。男の別れだ。涙の一つもあってはいけない。彼にも覚悟はできてる。長い間俺たちを乗せてくれてありがとう、メリーゴ。運んであげたかった。ごめんね。ずっと一緒に冒険したかった。だけど僕は。ごめんつうなら俺たちの方だぞ、メリー。俺火事下手だからよ。お前を氷山にぶつけたりよ。ホも破ったことあるしよ。ゾロもサンジもアホだからいろんなもん壊すしよ。そのたんびウソップが直すんだけど下手くそでよ。ごめんつうなら。だけど僕は幸せだった。今まで大切にしてくれてどうもありがとう。僕は本当に幸せだった。Thank you.